芝像、ネージシュワル寺院マハーシュバラートリは、ヒンドゥー教の祭りである。スカンダプラーナ、リンガプラーナ、そしてパドマプラーナなどのプラーナにそのことが、書かれている。マハーシュバラートリは、芝神の遺構を称たたえ毎年開かれている。単に、シバラートリと呼ばれることもあるが、厳密には年に十二回も要されるシバラートリのうちで、最も神聖な日取りに取り行われるものが、 マハーシバラートリと呼ばれる。日取りは、大院歴に基づき、ファル軍のクリシュナパクシャ、チャトルダシーに取り行われ、これは、グレゴリオ歴の2月か3月にあたる。いろいろな説があり、ある説によると、この日はシバがパールバティと結婚した日と考える、シバとシャクティの集合を物語る行事と見る。またある説によると、この夜にシバ神が、宇宙の創造、維持、 破壊のダンスを踊ったと考えている。またある説によると、柴神がサムトラマンタンの時に現れた毒、ハラーハラあるいはカーラクータを飲み、彼の喉にその毒を止めて宇宙を救ったと考えられている。それゆえに柴神の喉は青くなり、ニーラカン倒し、お祈りをすることが含まれる。この日、信者たちは、ベーガあるいはタントラに基づいたお祈りをしながら、果物やベルの木の葉、 お菓子、そして牛乳を芝神に捧げる。信者の多くは、芝ラートリの儀式が終わるまで断食を行い、瞑想をする。芝神のお寺では、聖なる、芝神のマントラ、オウムナマシバーやあるいはオウムナモウシバーやをついた地中、唱える。この日は、北半球の星の並びが良い作用を及ぼし、人々は、容易に精神の力を高めることができるとされている。そのため、 マハー・ムリティ・ウンジャやマントラなどのような古代より伝わるサンスクリットのマントラによる効力が極めて高まる日でもある。ネパールでは世界中から多くのモノヒンドゥー教徒がパシュパティナートに集まる。同様にネパールの有名なシバシャクティ・ピータに何千人もの信者が訪れる。カリブ海のインド人社会の間では400を超えるヒンドゥー寺院で数千人の信者がマハー・シバラートリを祝う。 ミルク、ヨーグルト、花、砂糖、キビ、菓子を混ぜたジャルと呼ばれるものが穀物として芝に捧げられる。マハーシバラアトリでは、西高原が芝プージャを取り行う上で、最も理想的な時間帯とされている。芝神が、リンガの形を借りて地上に権限した時間だと、されており、最も縁起の良いリンゴードババプージャが取り行われる。各社は、一月の半分の単位。 満ちた月が欠けるまでの期間。すなわちクリシュナ・パクシャは月の後半にあたる。チャトルダシーは各パクシャの十四日目。アマバシャ方式で言えばマヒクガのクリシュナ・パクシャ・チャトルダシーにあたる。プールニマ方式で言えばファルグナに相当する。ネパール、ベンガルの暦では隣十一番目の月となる。アット・ザ・フェーマス・シバ・シャックティ・ピーサム・オブ・ネパール、シバ・シャックティ・ピーサは 一般的な語としては、柴とサクティが祀られる聖地。監視を伴っているがどこを指しているのかは読み取れない。1日を13等分した8番目の48分、すなわち8番目のムーフルタ。本校は、英語版ウィキペディアからの翻訳である。ありがとうございます。